地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は、一人の男が熊本東署に自首して判明した熊本女性二人強盗殺人事件について見ていきたいと思います。男は当時39歳。自首の2日前に強盗に入った民家で65歳の女性を殺害していました。警察はこの事件とよく似た手口の7年前の強盗殺人事件についても厳しく追及し、観念した犯人は自供を始めることとなります。あまりにも身勝手な動機で女性2人を殺した代償は取り返しがつかないほど大きなものでした。2004年3月13日午後3時30分頃、熊本県宇土市走形町の走形町医院院長が自宅玄関の土間で妻が死亡しているのを発見しました。院長はゴルフの練習を終えて帰宅したところだったようです。院長はすぐ警察に通報して、警察はこれを殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。妻の顔には鈍器で殴られてできた傷が多数あったが、首から下は被害の跡がなかったといいます。院長は自宅隣の診療所で午後1時まで診察をしており、午後1時30分頃、ゴルフの練習に出かけています。犯行は、院長が出かけて帰宅するまでの90分の間と見られました。室内には物色された形跡があり、妻の黒いコートとベージュの布製手提げバッグがなくなっていました。しかし現金や金庫などは盗まれておらず、金銭目的か怨恨による犯行か不明でした。室内に残された足跡から、犯人の靴はナイキ製のスニーカーということが分かりました。また、侵入、逃走経路は玄関とみられ、血のついた足跡は道向かいの調剤薬局まで続いていました。犯人逮捕は時間の問題と思われたが、現場は普段から人通りが少なく捜査は難航。以後7年間にわたり容疑者も判明しませんでした。宇土市の事件から7年後の2011年2月23日午後6時10分頃、当時無職犯人は熊本市登録2丁目に住む会社役員 A さん宅前に来ていました。この家に来た目的は7年前と同じ強盗のためでした。犯人は1年半前運送会社で働いていましたが、当時新築の A さん宅の引っ越しを担当していた時、裕福そうな家という記憶があったので、この家を狙うことにしたようです。犯人は当時消費者金融に約250万円、親族に約225万円の借金がありました。彼は車を家の壁にぶつけたという嘘で A さんの妻に玄関のドアを開けさせ、顔や首、背中などをバタフライナイフで刺して殺害しました。その際に現金10万円や商品券2万円分を強奪しました。さらに午後6時30分頃、帰宅した夫の胸や脇腹などを複数回刺して全治1ヶ月の重傷を負わせて逃走しました。午後6時40分頃、隣の人が血を流して倒れているとの通報を受け、熊本東署員が駆けつけました。署員は玄関近くで A さんを、通報した隣家の敷地内で倒れている妻を発見し、二人は救急車で病院へ搬送されたが、妻は間もなく死亡が確認されました。捜査本部は、A さん宅のインターホンの映像や、犯人の足跡、血痕などをもとに捜査を開始しました。インターホンの映像には犯人の顔がはっきり映っており、テレビ報道でそれを見た犯人は逃げ切れないと観念します。そして、2月25日午後4時頃、犯行時に着用したハンチング帽や服、凶器のバタフライナイフを持参の上、家族に付き添われて熊本東署に自首しました。その後、2つの事件の手口も似ていることから、警察は犯人を厳しく追及し、犯行時の駐車位置まで把握されていることを知った犯人は、3月23日になって宇土事件についても殺害を認めました。ちなみに、宇土事件は、2007年に警察庁の懸賞金制度の対象事件として最高300万円の報奨金がかけられていました。被告は、起訴事実を認めていました。そのため争点は、取り調べ中に自白した宇土市の事件について、自首が成立するかどうかでした。2011年10月11日の初公判で、被告は間違いありませんと起訴内容を認めます。検察側は冒頭陳述で、
両事件とも凶器を準備し、下見をして被害者が一人の時を狙った。最初の事件から7年間も平然と生活し、再び金品を奪うため熊本市の犯行に及んだ。犯行はそれぞれ悪質で、両事件とも言い逃れができなくなるまで自白しなかったと指摘しました。また熊本市の事件については自首の成立を認めましたが、宇土市の事件については取り調べで初めて供述したと述べ、自首は成立しないと主張しました。一方、弁護側は強盗は計画的だったが、殺意の発生は偶発的なもの、当初から確定的な殺意があったわけではないと主張します。被害者から抵抗されたり悲鳴を上げられたりしたことから、被告が動転して殺害に及んだと訴えました。宇土市の事件についても、発生から7年が経過して迷宮入りし、被告の自首と協力なくして事件の立証はできなかった。自首が認定されるべきと自首の成立を主張し、情状酌量を求めました。10月17日、検察側は、宇土市の事件は取り調べ中に自白したもので、自首に当たらないと強調します。永山基準に従って今回の事件を整理し、二人の命を奪い、一人に重傷を負わせた被告を無期懲役にしたのでは、罪と刑罰の均衡を図ることができない。心理的抵抗を感じず、残虐極まりない犯行を繰り返しており、命をもって償いをさせるほかないと結論付けました。被告は最終意見陳述で、声を震わせながら、何の罪もない人たちの命を奪って本当にすみませんでしたと、検察席と傍聴席の遺族らに向かって頭を下げました。2011年10月25日、被告に下った判決は死刑でした。裁判長は判決理由について、パチンコや風俗店で使った借金返済のため強盗殺人を繰り返しており、身勝手かつ短絡的とし、凶器で顔を執拗に狙った手口も残虐と批判。そして犯行の経緯や動機に組むべきところは全くなく、結果も深刻だ。最初の事件から7年後に同様の手口で再び犯行に及んでおり、罪責は誠に重大だと指断しました。しかし11月1日、弁護団は判決を不服として福岡高裁に控訴しました。2012年3月7日に控訴審初公判が開かれ、弁護側は自首が成立するとして改めて死刑回避を求め、検察側は控訴棄却を求めます。被告は被告人質問で遺族に謝罪し、遺族が意見陳述して結審しました。2012年4月11日、裁判長は自白について詳細に供述し、事件解決に多大な寄与をしたと評価した上で、捜査官からの追及にもうごまかせないと思って自白した。自発的申告とは言えず、約7年間もひた隠しにしており遅きに失すると判断し、極刑を回避する事情には当たらないと指摘しました。さらに、犯情の極めて悪い重大事件では反省などの情状が量刑に与える影響力はかなり小さいと指摘し、人命軽視の危険な成功は顕著で、強制は極めて困難、死刑を回避すべき特段の事情はなく、極刑と判断した一審判決はやむを得ないと結論付けました。4月19日、弁護側が上告しますが、2012年9月10日付で被告は上告を取り下げ、死刑が確定しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。